さん、こんばんは。1月18日のバーチャルワールドニュースの時間です。キャスターは私、クリオネクラリ。コメンテーターはインアンでお送りいたします。本日お伝えするニュースは次の通りです。オランダの非営利団体、火星への移住募集開始。パナソニック社内ベンチャー、パワーアシストロボットを開発。ソニーが画像解析と超音波を組み合わせた 3D コントローラーを特許出願。近未来的なディスプレイインターフェース。次世代エンターテイメント、拡張現実シアター近未来は今。セカンドライフのイベント情報。まず最初のニュースです。1月8日。オランダの非営利団体マーズワンが2023年に火星への移住を希望する人の募集を正式に開始しました。これはオランダに本拠を置く非営利団体マーズワンが進めている計画で、2023年に人間を火星に移住させるというものです。マーズワンが提示した応募要件に合えば、世界中の誰でもこのプロジェクトに応募することができます。発表された火星移住者の応募要件は何よりもまず、強い目的意識、健全な人間関係を構築及び維持しようとする意思、内省する能力及び信頼できる能力を持っており、快活で適応力があり、好奇心が強く、創造的で機知に富むこととされています。また、年齢の上限はありませんが、必ず18歳以上でなければいけません。選考作業は2013年の上半期中に開始されますが、応募者を選抜するのはマーズワンの専門家と国際放映されるテレビ番組の視聴者です。最終的に選ばれた人たちは4名からなる複数のチームに振り分けられ、2022年9月の旅立ちに向けて少なくとも6チームが準備を進めることになるということです。火星に向けて最初に旅立つチームは一つのみで、火星に駐在する初の地球大使となる4名のグループを選ぶのは地球の皆さんだ、とマーズワンのウェブサイトには書かれています。その後は2年ごとにチームが派遣されるということです。出発前には少なくとも8年間の訓練が行われ、その内容は作戦のシミュレーション、移動が制限された環境での訓練、電子機器の修理方法の学習、基本的で重要な診療技術の習得などとなっています。マーズワンでは2016年から必要物資をロケットで火星に送る作業を始める計画で、送られる物資には予備の部品、2台の惑星探査機、人間の到着後に組み立てて基地にできる住居ユニットなどが含まれています。ただし、この火星移住は片道となっており、火星に到着した後は地球に帰る計画はないということです。仮想世界ブルーマーズのような美しい火星ではありませんが、火星への移住の第一歩はそこまで来ているようです。次のニュースです。パナソニック社内ベンチャーのアクティブリンクがパワーローダーと呼ばれるパワーアシストロボットを開発しています。災害や建設現場などで人間の限界を超えたハイパワーを自由に操り、人間と建設機械の間をつなぐ役割を果たすロボットを目指しており、人が出した力を力センサーでそのまま受けて、モーターでうまく増幅していくということで、人が出し得ないような大きな力を出す、人を助けるような装置だそうです。どちらかというと、乗り物のように乗り込むようなコンセプトで開発されており、非常に大きなタイプが製作されていましたが、福島第一原子力発電所での事故を受けて、現在はより小型のパワーローダーライトの開発にシフトしているということです。50から60キログラムの荷物を持って便床に動けるような装具に仕上げたいとしており、
重い放射線防護服のようなものを支えるための足や、ロボットアームをつけて50から60キログラムの荷物を軽く運ぶという使い方も想定されています。実際に日本原子力発電株式会社と共同で一緒に検討しているアームは、片腕で約30キログラムのものをほとんど力なく持ち運ぶことができます。また大きなタイプも再検討されており、モーターを22個使用して100キログラム以上のものを簡単に持ち運びできるようなロボットも製作できるということです。以前、介護用のパワーアシスト装置が発表されたことがありますが、アニメのようなパワーアシスト装置も近いうちに実用化しそうです。次のニュースです。ソニーが画像解析と超音波を組み合わせた 3D コントローラーを特許出願していたことが分かりました。2012年9月に SCEA が出願していたこのアイデアは、ディタミネーション・オブ・コントローラー・スリー・ディメンショナル・ロケーション・ユーズイング・イメージ・アナリシス・アンド・ウルトラソニック・コミュニケーションという名前の装置です。SCE では2010年にプレイステーション・ムーブ・モーション・コントローラーを発売していますが、こちらは先端の光る玉をテレビ側のプレイステーション i で撮影することで動きを認識しています。今回の発明はカメラ映像に加えて、コントローラーから超音波を発してマイクで拾うことで、奥行き方向も高い精度で認識できるというアイデアです。コントローラーの側面に開閉式のドアを設けて、別の手で持ったもう一つのコントローラーと通信する方法、複数のコントローラーの相対位置を算出する方法など、様々な手法が説明されています。面白いのはコントローラーの活用例で、コントローラーのボタン部分をフェイスプレートの交換で入れ替える、2本のコントローラーをお尻部分で合体させ、両端に玉があるなぎなたのように使う、ほか、大型のフェイスプレートで2本のコントローラーを合体させ、イカダのような形状で使う案もあります。さらに、両手両足にコントローラーをくくりつけて、全身の動きを取り込むといったオプションも用意されています。キネクトのように赤外線などの反射を読み取る方式については、一定の用途はあるものの、そのような奥行き検出デバイスはコストや複雑さ、追加の演算能力が必要とされることから、ゲームには不適当であり、そのためゲームコントローラーへの奥行きデータ組み込みは依然遅れており、満足な結果は得られておらず、実験室以外では広く受け入れられていないとも書かれており、キネクトの新しいライバルとして今後の展開が楽しみです。次のニュースです。未来的なディスプレイを2つご紹介します。マイクロソフトリサーチが開発したイルミルームは、テレビ画面に連動された映像を部屋全体に投影するというもので、バーチャルと現実の世界を一体化させるシステムです。動画、イルミルームプロジェクト、Images Beyond Your TV for an Immersive Gaming Experience には、イルミルームを実際に使用している様子が撮影されており、テレビゲームの中で街を走れば、それに合わせて部屋に投影される街の映像も変化していきます。ゲームの中で雪が降っていれば、部屋の中にもバーチャルの雪を降らせることが可能です。他にも様々な表現が可能になりそうなイルミルーム。今後の量産化などに向けた動きを気にしたいところです。仮にセカンドライフの画面を投影できれば、空を飛ぶときには非常に爽快な気分になれるでしょう。今後の開発が楽しみです。もう一つは、空中にディスプレイを表示し、さらにマルチタッチで像に触るように操作が可能というディスプレイ、ディスプレイヤーです。こちらはロシアのベンチャー企業が開発し、今春から量産計画だとロシアナウが伝えています。同ディスプレイは、
霧に映像を投影する仕組みで、さらにキネクト的なセンサーにより手の動きを検知して画像に触れるようにして操作することが可能になっています。アストラハン国立工科大学の学生だったマクシム・カマニン氏が考案し、当時の大統領であるメドベージェフ大統領も注目していたそうです。カマニン氏は、日本ではサービスへの支払いやチケット購入など公共のタッチスクリーンターミナルがほとんど成功していないのが現状です。また衛生面に優れた非接触性を要するケースが他にもいろいろあるので、そういう場合この空中ディスプレイの技術はぴったりですと話しているということです。イアンさん、このニュースいかがでしょうか。はい、ですね、両方とも、まあ、YouTube でもってね、映像が上がっているので、そちらを見ていただくのが一番ね、わかりやすいと思うんですが、やはり、こう、臨場感ですとか、実際に没入感というところにおいて、まあ、一番最初のマイクロソフトの、プロジェクションマッピングは、大変ね、インパクトがあるんじゃないかなというふうに思っています。プロジェクションマッピング自体はね、そんなに新しいものではないんですが、画面のね、中央のテレビの映像と、その実際にプロジェクターでもって部屋全体にするプロジェクターションの映像が重なって見える。まあ、要するに、連動して見えるというところが、まあ、自分が見ている視点から、部屋の全体に広がっているような感覚を起こすというところでは、すごくよくできると思いますし、すごい、なんていうのか、楽しいんじゃないかなというふうに思います。実際にセカンドライフの中でもって、カメラを3台入れて、それをですね、大きな会場全体、教室全体にですね、3つのプロジェクターでもって投影し、セカンドライフの中をこう動き3つのカメラごと動き回ったらば、どんな風になるか実験しましたけど、まあ、本当にですね、この空間の中に、その部屋が溶け込んでいるような錯覚を起こすと。いうのはもう完全に確認できています。なので、まあ、これがこう安価にですね手に入ったり、また特にまあマイクロソフトがやってますんで、 Xbox に、プロジェクションマッピング用のプロジェクターがつく、まあ、いくらになるか分かりませんけどつくなんていうのもひょっとしたら近い将来あるかもしれないので、とても楽しみだと思っています。一方ですね、霧にプロジェクション映像を映し出すと。まあ、これ、実際に、特に新しいわけではなくて、結構前からあったんですが、それプラスアルファ、手の動きやなんかのインタラクティブを連動させることによって、マイノリティレポートなんかでもトム・クルーズがですね、空中に、手をかざして映像編集をやっているシーンがあるんですが、そのようなことも可能になるかもしれません。まあ、これは本当にですね、AR の技術と、もしくは、連動させるともっといろんな広がりが出るかもしれませんし、まあ、何もしてない人が、空中に映像が浮いて見える。で、それに触ったり、タッチすると、インタラクティブにいろいろと変わるという、この現象自体はすごく面白いと思うので、で、これ自身ですね、平たい面に、投影されてますけども、霧の噴霧してる、まあ、壁でしかないので、まあ、どんな形状でもっていうか、まあ、局面でも何でもいろいろできると思うので、そのうちいろいろなんですね、公園とかいろいろな場所でもって、こういうものが現れたり、サイネージと連動して街中にですね、サイネージで霧だから人がぶつかっても怪我しないしみたいなね、そんなのが駅の中にこういっぱい立ち並んだりするようなことが起きるかもしれません。まあ、今後ですね、どういうふうな展開があるかとても楽しみだと思っています。以上です。ありがとうございました。次のニュースです。次世代情報システムと次世代モビリティの融合というテーマに本気で取り組む人々を SF 映画のように紹介する AR3 兄弟が制作総指揮による次世代エンターテイメント拡張現実シアター近未来は今1月16日水曜日から本日18日まで開催された第1回車の IT ソリューション展にて上映されました。東京ビッグサイトで開催される第1回車の IT ソリューション展にて上映される拡張現実シアター近未来は今は、近未来の車社会を AR 技術を駆使してプレゼンテーションするもので、アザパの新車AZP-LSEV の紹介を行っています。
AGP-LSEV は、ペルソナによる走行最適化技術が導入されており、ビッグデータより集積されたあるシチュエーションでの選択した運転手段との関連性により、ドライバー癖のようなものを解析しながら、ブレーキやアクセルなどの制御パラメータを最適化していくという、車をよりパーソナルなものにするためのものです。次世代情報システムと次世代モビリティを融合することで見えてくる、絵空ごとではない、ちょっと先には実現可能な車社会の姿を、AR3 兄弟ならではの AR 技術とストーリーテリングによって、一つのエンターテインメントとしてプレゼンテーションするということです。この講演は AR3 兄弟が実写と iPad と無線を連動させて実演。加えて未来から来たということで、声優の大山信代さんがナレーターとして特別出演しているということです。次のニュースです。セカンドライフのイベント情報です。ダンスクラブソエルさんでは、今週末土曜日、日曜日も DJ を招いて楽しくイベントが開催されます。19日土曜日は出張イベントで、22時より築地の ZIP にて DJ がスピンを行うようです。前半は DJ 渡るさん、後半は DJ マーチンさんがスピンする予定です。20日日曜日は会場をダンスクラブソエルに戻し、19日と同じく22時から DJ 渡るさんと DJ マーチンさんがスピン予定だということです。19日土曜日、クラブキュートグリーンさんでは21時から24時まで DJ リレーダンパ4が開催されます。DJ は1時間ずつ、K さん、梅洋館さん、日向さんがスピンし、オーナーのチュッコさんはダンスマスターを担当されるということです。今回のテーマは、アニソンエンディング、ゲームミュージック、特撮オールディーズというラインナップとのことです。21日月曜日には、ショー&ラウンジコセットさんがコセットショータイムを開催します。ゲストにクラブエスケープのアコさんを迎えて、2013年最初のショータイムだということです。時間は22時半開場、23時から1時間を予定しているようです。同じく21日月曜日には、クラブ&バーマウナさんのアニソンデナイトが1周年12回目を迎えます。キュートグリーンのチュッコさんが今回もアニソン、ボカロ、東宝、ゲームミュージックにリクエストまで盛りだくさんで会場を沸かせてくれるようです。そしてダンスマスターはマウナのラキシスさんが担当される予定です。こちらは22時から24時までの予定となっています。次は私クリオネのピックアップコーナーです。皆様は現在セカンドライフ内で公開中の電子絵本ナイフをご覧になられましたか？制作者のマユシトロンさんは、仮想空間セカンドライフを中心に新しいコンテンツを発信するインダストリエ・ドゥ・ショコラの代表をされています。そして先日のインヤン先生の対談のコーナーにもゲストとして出演されていました。今回のピックアップでは、そんなマユさんの描く幻想的な世界をご紹介したいと思います。では、マユさんのブログから、その物語を少しだけご紹介しましょう。気がつくとあなたは、絵本の中の空中回廊に佇んでいます。淡く白い光に染まったその回廊は、終わってしまった世界を支配する魔女、ドロテアが住む、雲の上の城の塔に架けられた橋なのです。空中回廊を歩き始めると、あなたはやがて、召した少女に出会います。名は、さよなき。ドロテアにさらわれ、虜になってしまったさよなきは、透明な声で歌い、回廊はその歌声でいつも満たされていました。そして、
少女の透明な声を寵愛するドロテアは、城から逃げられないように、さよなきの視力を奪ってしまいます。あなたはそんな運命を背負った少女と共に、回廊を歩くのです。雲の上の城を包む雲海の遥か彼方には、雨の町があり、そこにはドロテアの執事である取り使いがいます。取り使いは路地裏に捨てられた赤ん坊を拾っては泥棒に育って、雨の町の片隅に暮らす黒つぐみとカササギもまた取り使いに育てられた捨て子です。ドロテアはその魔法で黒つぐみにナイフを授け、そしてカササギには人の夢の中に潜り込む術を授けました。あなたが回廊をどこまでも歩いていくなら、その二人の捨て子たちにも出会うことになるでしょう。あなたが歩けば、この物語は進み、やがて終わりが来ます。終わってしまった世界の物語の終わりの果てを、あなたと共に。今回の作品ナイフでは、まゆさんが書き下ろした物語に、シュシュのみずみずしい楽曲たちを重ねています。仮想現実の世界ならではの新しくて懐かしい電子仕掛けの絵本を皆様もぜひ体験しにいらしてくださいね。今月の27日までの公開となっています。場所はこちら。ラストエデンに設置されている専用テレポーターからお越しください。How did you come here?Maybe you got lost and sent here by the wind. この物語の続きはぜひご自身で体感なさってください。インダストリエ・ドゥ・ショコラのウェブサイトにて詳細をチェックしてみてくださいね。以上、クリオネのピックアップコーナーでした。これで本日のバーチャルワールドニュースを終わります。